はい、こんにちは。こんにちは。こんばんはかな、今夜だ。あのですね、今日はですね、奥さんが普段、向こうのお父さんとパパとママにどうやって連絡してるかをちょっとどういう風にやってるかしたいと思います。あのですね、昔まだね、俺たちが付き合い出してすぐの時、15年前ぐらい、は、なんか、ブラステルってカードがあったんですよ。ブラステル。ブラステルかなんかあるんですけど、なんか1回3000円ぐらいかな。もう大体1ヶ月1万円ぐらいかかってたね。電話代だけどそれがかかるんですよ。電話代。もう大変でした。でも今はほんと何でもタダで、いつもなんかほんと電話してるみたいな感じでテレビ電話でできるから、ほんとにもうね、感謝やね、ありがたいね、ほんとね。本当楽になりました。もうインターネットのおかげでほんと全然、昔ね、写真とか送ったり、ね、ビデオ撮って送ったりしてたね。うん、今はそのままいつも電話で。テレビ電話できるから。最高ですね、ほんと。もう、やっぱ科学の進歩と、今から多分もう少ししたらこうテレビでブワーンって出てきて、ブワーンって出てきて、人がですね、そういう感じに、多分あと5年から10年後には多分なってると思います。一緒に乾杯します。ああ、まあそういった感じで、今からどういう感じで電話するかを見せますね。あのアプリでスカイプってあるんですよね。俺がスカイプ使えるやろ。うん、スカイプとか、ワッツアップとか、ワイバー、いろんな、ありますね、うん、アプリが。でも大体いつも使うのはスカイプよね。ママに電話する。一番よくするのは、はい。うん。じゃあ今からそれをやっていきます。電話しまーす。あれ出ないかな。あれやっちゃったかな。わらーはーい。おはようございます。こんにちは。こういう感じで電話で話してます。もう結構顔映るからですね、こうやって。こういう感じで、映って、仲良く話してます。もういいよ、こっち向けて。Все, вы у нас будете сейчас звезда, звездами YouTube. Звезда YouTube. まあ、こういう感じで話してます。Привет. だから、あんまり離れてるこう感じはないですね。Все, теперь у нас вот так вот каждый раз. だから、もう本当、近くで話してるみたいな感じで話するからですね。寂しくはないです。だからまあこういう感じでテレビ電話して仲良く。だいたい毎日？結構毎日とか2回とか。だいたい毎日とか2日の一遍ぐらい電話してるからあんまり寂しくないです。で今結構パパとママオリガのこうインスタとか。僕のフェイスブックとか、いろいろ見てるので、だいたい僕たちの情報はだいたい全部知ってます。まあそういった感じで、こういう感じですね。はい、最後、さよならしようか、みんなで。まあそれではこういう感じで、やってます。はい、それでは。はい、さよなら、バイバイ。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。Мама, папа, ручки, помажите, бай-бай.